こんにちは。ロンロン和装チャンネルへようこそ。総支配人のロンロンです。今日はですね、この浴衣をですねちょっとお洗濯したいと思います。しっかり汗かいちゃったんで、手洗い、押し洗いですねをしていきたいと思います。で、押し洗いするのにねこのぐちゃぐちゃのままでもいいんですけど、そうするときれいに水が回らなかったりしますんで、この間ちょっと説明したように、一度畳んでですねその状態で洗面台で押し洗いしていきたいと思います。ではよろしく。はい、これですね、折った状態で、洗面所に来ました。ちょっと音声が、響いてるかもしれませんけども、これこのまま洗っていきます。洗うというかもう水につけるだけですね。油分が落ちればいいので、そんなガシャ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 洗うんじゃなくて、油分を落とすぐらいな感じで、押し洗いしていきます。でこれ朝 100% ですんで、水で洗っていきたいと思います。これでほぼ色が変わりましたんで、水ついてます。中も結構入ってますんで、もうちょっとすると OK かなと思います。で液体洗剤をちょろっとかけてきます。でそれを含めてこう押し洗いですね。ここまでやれればかなり綺麗になると思います。これ初めて洗うんですごい色もかなり出ますんで、他のものと洗うと大変なことが起きます。で、ね、こういうものは必ずお衣装はお衣装だけで洗われた方がいいです。なんかね、他の襦袢とかですね、ああいう手ぬぐいなんかと一緒に洗ってしまうと、それに色が全部移っちゃったりします。でまた、手洗い面倒くさいからって言って、洗濯機で洗いますと、私も一着洗濯機で洗いましたけど、もうえらいことが本当にめちゃめちゃ縮みました。物のね、質にもよるとは思うんですけども、すごい縮んでしまったので、もうそれから洗濯機はもうやめました。またその話はね、またどっかで失敗談としてできればなとは思ってます。はい、結構面白い話ですね。でこれはもうなるべく洗剤をですね、もう落とすから色が結構出てますんで。これが色が出なくなるまでね、本当はやる方がいいのかなとは思うんですけど、そんなことやっとるキリがないんで、泡さえ取れれば、泡がね、今結構前に出てますんで、もうこの辺まで来たら最初の折ってあるやつも関係なくぐちゃぐちゃになって、もう水がねきれいに回れば大丈夫なんで、最初からねぐちゃぐちゃにしておくとなかなか水が回りにくいんで、まずは水を回してしっかり全部浸水したら、もうあとはどういう風でも作れますんで、こんな感じかな。大体いいでしょう。でこれをいろいろ YouTube とか見てられると、なんか軽く脱水してとかって書いてあるんですけども、私脱水しません。もう朝ですんで、
乾くのがすごい早いです。なのであえてもうこのままベタベタなまま持っていって洗濯のですね物干し竿に袖を通して両袖を通します。そうするともう四角い綺麗な形になりますんで、またその映像は後でお見せしたいと思います。でただね今夜なんでそれ今夜撮っても何も見えないんで昼間に映像撮ったやつがありますんでそれを挟み込んでいきたいと思いますんでよろしくお願いします。はい、ちょっと追加の、あの写真は間に入れましたけども追加のお話をさせていただきますと、先ほどのこう掛けてあるやつですね、ああいう掛け方をしていただけると袖からですね袖のところに入れて、首の後ろを通してこちらの袖に出すっていうようなこういうふうに、洗濯のね物干し竿につけていただきますとあれで着物って2面でできてるって前にね、あの平面でできてるっていうお話しましたけども、平面でできてますんで、ここを軸にだらってこうまっすぐ、きれいに下がるんですね。で、そうするとシワも、変なシワも入りにくいですし、非常に便利です。で、あれも、まあいろんなものを見ると、なんか軽く脱水をして、なんか干してくださいとかってあるんですけども、私脱水前したんですけども脱水しちゃうとですね今度多分お着物が軽くなっちゃってやっぱシワが寄ってくるんですね。まあそれ生地の材質にもよるとは思うんですけどもシワがちょっと寄りやすかったので私あえて今ベタベタのままもうあの一切絞ってないもう洗って押し洗いしてそのままバケツに入れて今干してきた感じなんですけどもそうするとですねあの着物の自分に入った水の重みでこう垂れ下がるときにピッと綺麗に垂れ下がってくれるんですね。これが軽いとふにゃふにゃふにゃってこう曲がったままになってしまって曲がったまま乾燥してしまうと。そうすると結局後でアイロンかけたりしなきゃいけないんですけどもそうするとそのアイロンかけやすい生地ならいいんですけど朝なんかだとどうしてもボコボコした感じで折られてますんでアイロンかけてペタってしてしまうとまたなんか風合いが変わっちゃうんですね。それもなんかもったいない気がするのであえてそのまま着れるようにちょっとベタベタもう完全に脱水ゼロの状態で今かけて干してあります。これでもですね明日の朝にはあの今夏、7月8月ですか今日8月1日ですで8月なんでこれでもあの必ず朝には乾いてます。でも半乾きでももうボタボタ落ちることはないのであとはもうお部屋に置いといていただければ一日外というかねあのお部屋の中に置いといていただければ完全に乾燥すると思います。はい、そうするとですねシワも寄ってない変なシワがね寄ってない状態で乾燥ができますんで最後乾いたらあと折ってですね綺麗に折ってしまっていただければもうそれで OK です。これでもうお洗濯完了ですね。やっぱ夏はねどうしても汗かきます。当然下着は着てますけどもあのそれでもやっぱこう襟元とかねどっち直にこう肌に当たってる部分はやっぱり油脂油分だったり汗分なんかね乗ってっちゃうと結局傷んだり匂いがしたりとかしてくると嫌使いにくくなりますんでそういうことないように、まあ、事前にこう洗っておくのっていうのはいいかなと思います。で結構ね今見ていただいたように10分ぐらいですかね折りたたんで水につけてちょっと洗剤を置いてぐちゃぐちゃぐちゃで脱水じゃないなあのすすぎですか水かけながらまたぐちゃ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 ってやっていくと泡切れが出てくるともうそこで完了もうベタベタなまま干して、あとは私は寝るだけ明日の朝しまい込むだけっていうような状態ですんでまあそれだったらそんなにね来た後、帰ってこられた後でも10分15分ぐらいできますんでそれだけやっとけば、まあ、もしあれだったらもう次の日でもいいですしそれだけやっとけばまたその後ですね着られる時にもすっきり綺麗な状態なんかネチャネチャしてない状態で着れますんでまず気分がいいと思いますんでその辺やっていただいた方がいいかなと思います。
で今日は洗い方の方をちょっとやらさせていただきました。ロンロン和装チャンネルでした。ありがとうございます。もしよかったら、いいねボタン、チャンネル登録、フォローなんかねかけてもらえるとありがたいです。あとねまたこういうこと知りたいよっていうのがねあればねコメントいただけるとそれにまた応じていろいろちょっと考えてやっていきたいと思いますんでよろしくお願いします。ではまたバイバイ。